はいどうもロッテリアですはい今日はちゃんと日付変わってすぐですあの特に何もしないんで <laughs> あのね今日本当に今日ごめん今日,今日じゃない昨日本当にあの昨日のラジオでもね最初に話させてもらったと思うんだけどあの,そのミクロンのね配信の後と出てあのおしゃべりをそのディスコードでねおしゃべりしたりまあこれアイブ残ってないからあれなんだけどでだったりとか。 してて本当に朝方までそれをしてたからそのラジオ撮ったの時点8時とかだったよね朝の、うん。だからまあそんなそのせいもあったのかまあそれ以前にそのミクロンの配信にずっと張り付いてたのもあるしそのずっとコメントして張り付いててとかいうのもあるんだと思うけどでまあそうでなくても、まあ、あの台風が来たりとか。 あ,あ,まあ、あと天気が、まあ、今でもそうなんだけどね低気圧でね天気がだるくて偏頭痛とかもあったりとかしてでまあそんなこんなでさ、まあ、き昨日っていうより一昨日ぐらいからめっちゃしんどかったよね、うん、でまあ昨日は特にやることもなくて出かける用事もまあなかったんであの一日中死んでましたね <laughs> もうね一日中もうダウンしてて。 もともと最初昼間というか、うん、昼だよね昼前ぐらいには起きてたんだけど、まあ、いつもの癖で大体12時ぐらいには、まあ、その仕事があったりしたらまあもうそれぐらいには出なきゃいけなかったりするから、まあ、大体ね12時ぐらいには起きてるよ基本的によっぽど疲れてない限りは。なんだけどその12時ぐらいにまあまあ起きてあでなんかまあ Twitter をまあ軽く見たりとか YouTube ちょっと見たりとかしてたりしたんだけどあの何だろうねそのだるさが抜けてなくて眠いっていうかまあね結局その後二度寝してるから眠かったといえば眠かったし寝不足だったといえばそうだったのかもしれないけど眠いっていうよりとにかくなんかだるいんよねあの睡眠不足かって言われたら寝てるから言うてその昼までまあいくら8時まで起きてたとは言ってもね 12時までだってまあ45時間寝てるから45時間は寝てないから4時間 3, 3時間4時間ぐらいかぐらいは寝てるから別に <laughs> そんな寝不足でもないんだけどまあでもなんかもうしんどいとうんでなんかんまあ起きたよみたいなそのなんだろう人に LINE をしたりとか返したりとか来てたやつをねで俺が寝てる間に来てたやつを返したりとかなんだりかんだりしてたんだけど。 やっぱだるいな,と思ってでなんかそのスペースにね誘ってくれた人もいたりしたんだけどうんあのー、なんだろうなまあ俺,俺もまあコンディションとかがあるからそのあれなんでね多分とりあえずなんか俺結基本的にまあそ,のそれこそねミクロンの界隈であるとかまあねそ,のそこに来てる人たちとかさ。 とか、まあ、あとそうじゃなくても普段絡んでる人の界隈とかさまあ言ったら知ってる人が何人か23人ぐらいはいる環境とか状況とかだったらまあ割と平気で喋れるし仮にそこが全然界隈じゃない人自分と関係ない界隈だったとしてもその知ってる人が1人でもいるんだったら普段はいけるんだけどその今日ね まあその人のまあスペースをその人のスペースではないんだけどその人がい,いるスペースねを見に行ったんだけどあのダメだこれ無理だな喋れねえなっていうまあそれ以前にそのミクロン界隈のまあ知り合いまあフォロワーのやつのスペースにちょっと上がったりしたんだけどうんなんかうんまあまあまあそいつとまあ言ったら大人数じゃなかったんでね23人だったんでまあ 僕はろうじてちょっと喋ったりしたんだけどなんか乗り切れねえな今日って <laughs> その相手が悪いわけでもなんかなんかあるわけでもないけどなんか乗り切れねえなみたいなまだなんかだるいんだなと思って一応その後さっきも言ったけど二度寝はしたんだけどやっぱまだだるいねみたいな感じですねはいえーとまあさっきもちょっと言ったけどその昨日のまあラジオでねそのなんだ えーとそのミクロンの件でうんたらかんたらとか、まあ、あとその VTuber は評論家って名乗ってることについての「なんたなんだらかんたら」みたいな話をまあしたんだけどえっ、ー、と昨日の動画がこれまあ何人かにツイッターの友達とか何人かにも言ったんだけどまあおすすめに上がってるみたいなよねなんか再生がバカバカみたいに回っててちょっとびっくりしたんだけどでねそのまあ何,何がきっかけでそのおすすめに上がったのかはちょっと分かんないんだけど。 そのタグ関係なのか、まあ、その、た多分だけでもね、タグ関係とかじゃないと思うよね。タグで言うんだったら、そのだ誰か特定の名前とか、まあ、俺が昨日取り上げたね、あのあ、の準備中の子とかさ、じゃなくて、多分ね、VTuber 準備中っていう単語なんだと思うよ。その単語が、多分引っかかったんだと思うよね。その、おすすめに上がるきっかけになった、その、ワードとして。多分そうだと思うよ。 あのそれで引っかかったんだとしたら俺は他の人の話をしてるし VTuber の評論とかさ語りの話をしてるからそので俺はあくまで VTuber じゃなくて YouTuber なんで VTuber じゃねえじゃんっていう話なんだけどまあこれについてまあちょっと説明をさせてもらうとタグ VTuber 準備中ってつけてて VTuber 準備中じゃねえじゃんっていう話なんだけどいや俺準備中なんよ言ったら。 あのまあ厳密に VTuber 準備中かって言われるとちょっとそうじゃないんだけど 2D のモデルはその取得しようとまあ取得っていうかまあ誰かに依頼をして作ってもらおうと思ってるんでまあちょっとその金銭的にもすぐにちょっとやっぱりこだわりたいからその安く仕上げようと思ったら正直そんなにまあお金をかけずに作ることは可能ではあるんよ。 あのしかもピンキリだし別に相場が確実にこうだっていうものがあるわけじゃないしそのどれだけ、まあ、そのご本人の,その、ね、依頼された方の,そのモ,デモデリングをする方とかそもそもの立ち絵が必要なんだったら立ち絵のイラストであるとか、まあ、そういうものの,なんだろうなその依頼をする時にその人の受ける金額とかってまあ違うから人によって、まあ、その人のネームバリューとかもあるかもしれないけど。 まあ、いろんなものがあるんでねそのいかんせんその一概にこうだとは言えないしいくらか,か,かければ間違いないとかそういう話でもないのねただその少なくともその「はいいるるるよね激安ですとか言ってる人もいるそのここなら」とかねそういうなんか依頼を受けてる人がたくさんいらっしゃるところとかまあまあ Twitter で依頼を受けてる人とかもまあいるけどね。 まあそ,のそこで見ると本当にピンキリなんだけどさっきも言ったけど激安ですあの激安お金がない方とか新人の部位でねそういう資金とかがない方でも引き受けますみたいにやってる人とかもちろんいるしそういう人でもまあそりゃ引き受けるって言ってるぐらいだからちゃんとそこにそのこんなモデリングしてますみたいなのもね例のやつも当然あるしそのなんだろうでまあそれで金額はねまあその。 ないくらだとかは忘れたけどそのまあ皆さんが VTuber の,の初期費用として必要だと思ってる金額よりは確実に安い金額それ,それよりそれの半分ぐらいの金額だと思う、まあ、まあ皆さんのイメージ皆さんっていうかこれを聞いてる人のイメージがそのどれぐらいなのかまあそれが1万なのか10万なのか 100, 100万もかからないけ、まあ、10万どうだろうな10万ぐらいはあった方がいいっていうか。 金はかけた方がいいんよねさっきも言ったけどその機材とかのことじゃなくてその人に依頼する金額としてその本当にさっきも言ったけど安くその受けてる人を別にそのヒゲしてるわけでもバカにしてるわけでもないんだけど、まあ、そういう人たちっていうのは、まあ、ななんだろうな、まあ、まだその自分たちがバリューがなくてその新人でその実績とかもないから。 安く受けててるっいいうケースが多いからね、まあ、必ずしもそうではないよそのあえてその安く受けたいそので間口を広げたいっていう人もまあ中にはいるから一概には言えないんだけど基本はそうなんよ。で逆にそのネームバリューがバッチリある人はそれだけでお金、まあ、取れるって言ったら言葉は悪いけどそれはだってそれで稼いでるわけだから当然ねそれはそれなりの金額取るだろうし時間もかかるしさっきも言ったけど労力もめちゃくちゃかかることだからね。 でしかもそれにこだわるわけだからその依頼した側はさお金払ってる以上めちゃくちゃこだわるわけじゃんでそれにその微妙だったりさその仕上がりが良くなかったらさそのトラブルになるわけやんかだからその,そ,のそれはめちゃくちゃこだわるその作る側もその神経使うだろうしさめちゃくちゃねだからまあその分当然お金は取るからでそういうのをまあ依頼を逐一していくといろんな人にとか、まあ、各 セクションというかその各作業にまあいろんな人をかけていくのかまあオールインワンでやる人もまあいるんだろうけどまあそういうので,まあで総額いくらみたいなまあでも総額いくらであまり考えない方がいいんだけどねうんまあじゃなくてちょっとずつ作っていけばいいじゃんっていう考えもあるし特にさっきも言ったけど VTuber 準備中で VTuber にがっつりなるんで他のことまあ他のことっていうかまあ俺なんかその。 実写もやったりするしこうやって解説をさラジオとかもやったりするし人の切り抜きとかもやったりするから俺はちょっと違うんだけどあの本当に VTuber になるんだったらそのある程度もうタンタン,タン,タンとなんかもう作っていった方がその配信に早く配信というかまあデビューにつなげやすいんだけど俺の場合は。 そのちょっとずつ整えていっても問題ないよねその実写の方やってるしさっきも言ったけど切り抜きとかもやってるしラジオもやってるわけだからそ,のそっちをやりながら並行して作っていくってこともできるから今そのちょっとずつやろうかなと思ってるだけだからねうんだからうーん,なんだろうなだからその VTuber 準備中っていう単語が間違ってはないんだよねその 2D の姿も使ってその配信をしようと思ってるからね その将来的にはまあ配信はどうなんだろうな分かんないな動画税になるかもしれないもしかしたら、うん、動画税になるかもしれないけどでも動画税だけど配信もごくまれには例えば月に1回2回とかはなんかゲームやったりとか雑談配信をやったりとかしようとも思ってるしねもちろんそ,のそれだけ人が来る同説が集まるような状況になるんであればするないんだったらまあ動画の方にシフトするかもしれないけど うん、っていう感じですね、まあ、だってこの間紹介したヨモヨモちゃんよもよもよもちゃんとかさな動画勢だしね配信そんなほぼほぼやってないんじゃないかなみたいな人も羽根ちゃんとかもそうだし羽根、まあ、ちゃんはでも結構配信やってるみたいなことこの前 <laughs>、あのー、動画でね昨日,昨日だったか言ってたけど、うん、だから その俺はだから VTuber になろうって思ってるわけじゃないけどそれこそ三毛猫さんとかもそうだしえっと最近 2D お披露目やったあのデルタ屋ちゃんとかさまあ俺もこの前解説したけどみたいな人と一緒で VTuber になるわけじゃないのただ 2D の姿も使うよっていうことなんやだからそれをでもそれさあんまり知らない人とかさそういう感じの人から見たらさもうそのなんだろう 2D の姿使ってたら基本的にもう VTuber じゃんって思うだろうからだからある意味その VTuber 準備中っていうのはまあ嘘じゃないんだよっていうことだよだから多分昨日の動画がちょっと再生ちょっとバズっちゃってるからもう今すでに1000近く回っちゃってるからまあ今今はまだ600ぐらいかなだけど多分あのこのスピードで行くんだったら多分あの今日今日には1000回ると思うんだけど。 あのー、そ,うそんぐらいに回っちゃってるんでその多分誤解を生んでると思うよねその VTuber 準備中って書いてあるのにそのまあその昨日はね昨日その準備中のこのことを解説させてもらってたんでまた、あ、だその関係もあるからその準備中のタグをつけてる部分もあるんだけど、まあ、ただその準備中のタグがついてて俺の動画が見に来てるからちょっとそういうちょっと語弊があったかもしれないなと思ってまあ俺も準備中ですだから一応。 うん、俺もその 2D でねやろうと思ってるんで、うん、はいそんな感じですね、まあ、ちょっと今日長くなっちゃったんだけどまあ今日ねちょっと一日休んだんでね昨日まあさっきも言った話もあるんで一日ちょっとゆっくりさせてもらったんで、うん、それでまあちょっとまあちょっと元気が回復してきたかななんか友達友達にもねなんかちょっと回復してきたみたいなこと言われたんだけど、うん、そう今ちょっとだいぶ回復してきた夜になって <laughs> うん はいそんな感じですなか準備中なんでまあ俺がそのまあこの立ち絵今このイラストをねファンアートを描いてくれた子がいるんだけどまあ、これみたいなさその V としての V っていうか 2D のね立ち絵立ち絵というかそのモデルがねまあ、完成した暁にはもちろんお披露目配信もやるしそのいろんな人とコラボもやっていこうと思ってるんで。 まあそんなのもねよかったら期待をしてくださいよっていう感じでね、まあ、今はあくまで VTuber 評論家とか切り抜き師でやってるんで、あのー、そっちの方もね応援していただけたらいいなと思います。サイローズティアでしたバーイ